皆さんこんにちは、大手ゆいです。さあ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 、今日はですね、何の動画を撮っていきますかと言いますと、以前ですね、私が何本か前の動画でパーカーを作りたいっていうね話をしてたと思うんです。それで自分でデザインを考えて横浜に写真を撮りに行く動画を上げたと思うんですけれども、見てください、じゃーん、できました。届いた。私のね、SNS とか Twitter で先にね、写真を上げてしまったので、もうね、見たよっていう方も、ね、いらっしゃると思うんですけれども、私はね、ずっとやりたかったんです。今までね、どんぐり共和国でなんか買った購入品とか、まあそういうのもね、いろいろ紹介してきたと思うんですけれども、今回は私が自分で作ったパーカーの購入品紹介をしたいと思いまーす。とってもハッピー。はい、ご覧の通り色はですね、真っ赤な赤色のパーカーにしました。まあ、私はね、今までね何回もね動画の中でビビットカラーが好きとか、なんかくっきりした色がね好きみたいな話をしてたと思うんですけれども、そのね願望を叶えるべく真っ赤な赤色にいたしました。8色くらいね選べたんだけど、まあなんか赤色ってさ、なんか主人公っぽいっていうか、まあすごい目立つし、ちょっとこういうね赤色にしてみました。でもこの色味も手元に届いたのね、本当に私が思ってた通りの赤色だったからね、もうすごくハッピーでした。はい、着てみました。いかがでしょうか。私はねこれもう着るの何回目かなんですけど、昨日もね釣りに行ってたんだけど、釣りに行く時も着たし、すでに愛用しているんですけど、皆さんに詳しくデザインをねご紹介したいと思います。まあ、今回ねこだわりポイントとしては、まあ、3つほどありまして、まずはこのフードの形なんです。でシルエットは私の中でちょっとこだわりがあって、ちゃんと着た時にこのねフードの部分がペタッてするのがあんまり好きじゃなかったから、こうちゃんとねフード感があるというか、こういう形がなるものをね選びました。でね、これがね私がすごい着回しできるようにというか、なんかいろんな時に着たいと思ってたから、このねパーカーの上から例えばこの GBL で買ったスカジャンを着ても、ほらこんな感じですごくねジャストフィットするんですよ。だからめちゃくちゃねこれ重宝してて、私はなんかこういうアウターの下に着たいっていうのもあって、若干ね生地は薄めのやつを選んでおいたので、本当にね思っていた以上にめっちゃ使えるから、私本当にね毎日着てるの。かわいい、我が子よ、我が子が初めてできたよ。本当にねこの組み合わせが好きすぎて、昨日はねこんな感じでね釣りに行ってました。やっぱさパーカーってほんと春先とかはこれ1枚でいいんだけど、今の季節だとちょっと寒いから、こういうね外にもアウター着れるとか、なんかその辺もねちょっと機能性をかなり重視したので、今回はもうねかなり使いやすくなっております。どうですか、かわいい。で2つ目のこだわりポイントはここです。じゃーん、胸のロゴ。これはねワイスラッシュっていうね胸のワンポイントを入れてるんですけど、これは何かっていうと、まあ、Y っていうのは私の Y で、でそれにねスラッシュを入れることで、ゆいとほにゃらら、ゆいと例えばツリーとか、まあ、ゆいと写真とか、なんかこう自分の好きなものをどんどん取り入れたパーカーを作りたいっていう意思のもとで今回これ作ったので、自分と好きなものをどんどん掛け合わせていくっていう意味を込めて Y スラッシュというね胸のワンポイントを入れました。なんかねちょっとワンポイント入れたかったのよ。これ後ろにはね今まだご紹介してないけど写真が入ってるんですけど、ちょっと前から見た時もちょっとオリジナル要素を入れたいなっていうことでね、ワイスラッシュっていうねロゴを入れました。そして、3つ目のこだわりポイントはもちろんこの背中の写真でございます。それでは後ろの写真をお披露目したいと思います。でん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 、はい、見えますか。これはね動画の中で写真を撮りに行った時に撮った1枚をね使っているんですけど、山下公園の近くから撮った風景で、私がいつもね釣りしている横浜の海と、あとジブリのね国立小坂の聖地でもあるこの横浜の風景をね1枚に収めました。もうこの写真はねなんか撮っている時は
どれにしよう、どこもいいなと思ってたんだけど、帰ってパソコンで全部素材確認したら、なんかもうこれしかないなっていうか、もうこれだわみたいな感じでね、ほんと10秒くらいで決まったのがこの写真なんです。かわいい人、まあ、ちょっと初めてだからね、ちょっとすごくシンプルではありますけど、私の中では自分で作ったけど全然なんかお出かけに使えるから、本当にね100億点あげたいよかった、無事完成して、今のね気持ちとしては、あのね、我が子、私の手から生まれてきた子みたいな感じの、なんかね感慨深さがあるし、すごいね、あの愛おしいの。だからなんか洗濯機入れる時とかもちょっとなんか、大丈夫、ちりまないでねみたいな感じになるし、ネット入れる？え、こうやっておしゃれ着で洗った方がいいのかなとか、すごいなんかね、過保護になってる気がします。それぐらいちょっとね、気に入ってるというか、大事にしたい一枚だなっていう感じがしますので、ちょっと今ね、本当に嬉しいんです。まあちょっとこれからね、この子とのね、共同生活が始まっていくわけなのですが、まあしっかりメンテナンスをしつつ、末長くこの子と一緒に幸せに暮らしていきたいと思います。というわけで今回の動画は自分の作ったパーカーのね完成をご報告いたしました。いかがだったでしょうか。ちょっとこれを着てる写真とかその様子はね、インスタとかツイッターにもアップしていきますので、よかったらね下の概要欄にあるホームページの方から SNS もフォローしてください。というわけで今回の動画もありがとうございました。また次回の動画で元気にお会いしましょう。またねー